皆さんおはようございます。これどこか分かりますか？そうなんです、ロシアです。セリンがね、今年の7月ぐらいにロシアに行ったんですけども、その時のね動画がやっと出来上がってきたので、少しずつねアップしていきたいかと思います。これはねバスに乗って今地下鉄乗り場まで行ってるそうなんですけれども、どうもねモスクワに行くようなんですね。でその道中を撮ってくれたんですけども、どこかしら日本に似ていますよね。電線が路上に出ているのでね、これがねロシアの地下鉄みたいです。Merhaba arkadaşlar. Biz seninle Moskova'ya geldik. İşte meşhur Moskova metrosuna iniyoruz. ここでね、地下鉄のチケットを買うみたいですね。ちなみにね、私はまだ行ったことがないんですけれども、すごくね気になりますね。どんなところなのか。ここはねモスクワ市内のなんか地下鉄みたいなんですけども、かなりねいろんな地下鉄が走っているようです。皆さんにね説明が遅れてしまったんですけども、セリンのおじいちゃんとおばあちゃんがですねロシアの方に住んでいまして、でまあ本来だったらね毎年行くはずなんですけれども、まあ、コロナの期間とかそういうこともあってねなかなか行けなかったので、今回ね本当に5年ぶりかな6年ぶりかなにロシアの方に行ったそうなんですね。で久しぶりに、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんとも会えてね楽しい時間を過ごせたようなんですけども、まあ、その時のねビデオをいろいろ撮ってきてくれました。しかしねこの地下鉄なんですけれども、かなり中の方に中の方にっていうか、まあ、下の方にこう歩いていくんですね。すごい広くて距離もねいっぱいありますね。で今回このモスクワのね中心地に行くのにかなりいろんな地下鉄に乗り換えたようですね。この辺はね地下鉄内でこう迷惑がかかるようなことをしてはダメっていう知らせですね。そう、至る所にねこのモザイクの絵が飾ってありますね。すいません、ちょっとかなりねうるさいんですけれども、実はねこの地下鉄内かなり音量があります。今回映像でねロシアの地下鉄内を見るんですけども、なんかイメージとしては人がいっぱいいるのかなっていうふうに思ったんですけども、まあ日中っていうこともあって人が少ないんでしょうかね。あまりこう人がいないような感じはしますね。というよりかイスタンブールがすごく人が多いのかもしれません。なんか美術館のような地下鉄内ですね。あ、けどこういうふうに見てみると人がねいっぱいいますね。やっぱりいろんな人がいるんだなってわかりますね。皆さんこのエスカレーター見てみてください。かなりねかなり長いですよね。ということはいかにね地下鉄が下の方に通ってるのかっていうのが分かりますね。そうこれね実はロシアのマクドナルドのようです。ただね、まあ、今戦争のこともあるのでこのマクドナルドっていう名前ではないんですけれども、まあ、いわゆるもうマックですね。昔のマックのようです。なんか美味しかったっていうふうに
聞くんですけれども、どうなんですかね。なんかモスバーガーのマークに似てるかと思うんですけど、そうこれね、紅茶を飲もうと思ったらなんか蚊が入っていたようですね。もうこんなの日本じゃありえないですけどね。うん、この後飲んだのか飲んでないのかちょっとわかんないですけど、あ、多分これを見ると飲んだと思いますね。というよりか飲んだふりをしているのかもしれませんね。セリンのことなので絶対に飲んでないと思います。これはね、なんか有名な橋だったと思うんですけども、なんか説明してたんですけど忘れちゃいましたね。ただなんか本当に近代国家みたいな、すごい綺麗ですね。やっぱり大都市モスクワっていうだけあって本当に綺麗な街だと思います。なんかね、日中は暖かいそうなんですけども、 T シャツとかでも歩けるみたいなんですけども、夜になるとやっぱり寒いみたいですね。皆さんこれ何か分かりますか？私もびっくりしたんですけども、荷物検査のボックスのようです。これに入れてからカバンのチェックをしてショッピングモールとかね、地下鉄の中に入れるそうです。どんだけエスカレーターあるんですかね。あ、けどそうでもないか。なんかね、モスクワの中心地に来たようですね。天気もね、すごく良くて気持ちいいようです。これは教会って言ってたかな、それとも領事館だったかな、なんか忘れたんですけども、今ね左にちょっとちらっと見えたのがトルコ料理のレストランみたいですね。どこに行ってもね、トルコのレストランがいろんなところにあったようで、なんかイスタンブールのね地名が書かれたレストランとかもあるみたいですね。ここもトルコ料理レストランです。メニューはロシア語なのでね、何が書いてあるかよくわかんないんですけども、まあ、トルコのね料理があるようですね。毎回ねこういうの見るとね、私結構写真撮って撮ってって言われるんですけども、まあ今どうなんですかね、ほとんどの男の人は女性たちの写真を撮ったりとかしてると思いますね。このねタクシムっていうのもね、イスタンブールにタクシム広場っていうのがあるんですけども、そこの名前から撮ったレストランですね。なんかここでオープンビュッフェなので、お皿にね取ってなんか食事食べるようですね。いわゆる食べ放題ってやつですかね。すぐに名前が出てこなかったんですけど、
毎回私言うんですけどね、このセリンのね撮り方がね早すぎるんですよね。ゆっくり見れないっていうか、多分本人は見ているからね早いとか思わないと思うんですけども、これね視聴者さんから見るとねすごい早いんですよね。だからどんな食材があるのかっていうのはちょっとよく分からなくて、それに困りますね。もうちょっとゆっくり見てみたいっていう感じですね。なんかね種類がたくさんあって、いわゆるその食べ放題でも全部食べきれないみたいですね。絶対さっきのね選んだ食事全部食べてないと思いますよ。私はそう思います。あそこがねいわゆる有名なロシアの中モスクワの中心地にある、まあ、よくテレビとかね雑誌とかで見る建物ですよね。あ、これはね、なんか私も説明聞いたんですけども、お金をね、後ろに放り投げると、またここに戻ってこれるよっていうことなんですね。で、画面の左横にですね、帽子をかぶった、黒の帽子をかぶったおじさんがいるんですけど、この人はですね、この投げたお金をですね、見てください、この棒を取って集めてるんですよ。まあ、あんまりよろしくないですよね。まあ人それぞれの意見があるかと思うんですけども、いわゆるなんて言うんですか、あの願い事を叶えるために投げたお金をね、賽銭箱からお金取るようなもんですよね。めっちゃ盛り上がってますね。あの右左に見えるところがですねお城なんですけども、全然見えないですよね。一番のメインのところなんですけども。バイバイ。アウさん、アシクンビニュン、モスクワダン、メルハバ、クズミダン、シニチャーリョー、ゲル、ベラベルギゼリム、トザルム、ビデオチェケリム。一番のメインであるお城がね、全然見えないんですけれども、どうなってるんでしょうか。すいません、また音量がうるさいんですけども、ここが噂のですねショッピングモールのようですね。
нас очень занялись.